グランド通り停留場は、高知県高知市にある土佐電交通井ノ線の路面電車停留場。東停留場は1904年、乗りで停留場の名で開業した。土佐で交通の前身である土佐電気鉄道によって、井ノ線が開業した時より存在する停留場で、当時の路線は、堀詰停留場から東停留場までだった。路線は2年後の1906年に、 乗りで停留場から鏡川橋停留場まで延伸。停留場名がグランド2になった時期は不詳だが、1952年以前とされる。グランド通り停留場は、井ノ線の平洋軌道区間にあり、道路上にホームが置かれている。ホームは2面あり、東西方向に伸びる2本の線路を挟み込むように配置される。ただし互いのホームは、交差点を挟んで東西にずれて位置しており、 東に、針間や橋方面域のホームが、西に、井の方面域のホームがある。井の方面域のホームは、マス型、針間や橋方面域のホームは、本町五丁目に位置する。かつての停留場名である、場では、土佐藩で正月に行われていた、木場越平行事、五かける所が当地を起点としていたことに由来するとされる。一方、グランド2は、 当地から南北に伸びる通りを指し、これを南へ行くと、鏡川を越えて、高知市総合運動場に行き当たる。ABCD、土砂電鉄が走る町根尺98.156から158ページ ABCD 真央圭介、日本鉄道旅行地図帳11中国四国、新庁舎、2009年、60ページ。 ISBN 978から4から10から79万29から6。AB、土佐原鉄が走る町根二28から33ページ。路面電車は行く高知高知新聞社。1998年、88ページ。ISBN4 から875032684。上野広と。土佐電交通、再出発、便利な市民の足に、高知で、 設立式新デザインの車両披露。毎日新聞 AB 川島慶造。四国、九州ライン全線、全駅、全廃線第二関四国西部エリア、高段車、図節、日本の鉄道、2013年、41.92ページ。ISBN 978から4から06から295,161から6。グランド通電停、乗り出について考える。 今日のにっこりひまわり、ひまわり乳業、2017年5月15日閲覧、ありがとうございます。